クラウディオ・ジョバンニ・アントニオ・モンテベルディは16世紀から17世紀にかけてのイタリアの作曲家、ビオラ・ダ・ガンバ奏者、歌手。マントバ公国の宮廷学長、ベネツィアのサン・マルコ寺院の学長を歴任し、ベネツィア音楽の最も華やかな時代の一つを作り上げた。モンテベルディの作品は、ルネサンス音楽からバロック音楽への過渡期にあると位置づけられており、 丁明も、相まって、その作品は、ルネサンスとバロックのいずれかあるいは両方に、分類される。生前より高い人気を誇り、後世からは、音楽の様式に変革をもたらした改革者と、みなされている。オペラの最初期の作品の一つである、オルフェオを作曲したが、この作品は20.21世紀にも、頻繁に演奏される、最初期のオペラ作品となっている。 クラウディオ・モンテベルディではないかと考えられている。音楽家の肖像、1597年頃、画家不明。モンテベルディが30歳頃、マントバのゴンザー崖に使えていた頃の画像ではないかと言われている。神聖であれば現存する最古の画像であると考えられている。モンテベルディは1567年に、北イタリアのクレモナに生まれた。幼少期には、 クレモナ大聖堂の学長であったマルカントニをインジェニエーリの下で学ぶ。1582年と83年に最初の出版譜としてモテットと宗教マドリガーレを何曲か出している。1587年には世俗マドリガーレの最初の曲集を出版し、その直後からクレモナの外での職を探し始めた。1590年に マントバのヴィンチェンツォ一世、ゴンザーガの宮廷にて歌手及びビオラダガンバ奏者として使い始め、1602年には宮廷学長となった。その後40歳まで主にマドリガーレの作曲に従事し、旧館の曲集を出した。それまでのルネサンス音楽大違法の伝統的なポリフォニーの優れた作曲家として出発したが、 より大きな感情の起伏を表現しようということから、新しい対法の可能性を広げることになる。1605年に出版された第5巻は、モンテベルディと序盤にマリア・アルトゥージとの論争の場となったことで知られる。アルトゥージは、最近の作曲様式の荒っぽさや破格を攻撃し、特に第4巻のマドリガーレを標的とした。これに対しモンテベルディは、 第五巻の序で音楽演奏を第一作法、第二作法の二つの潮流に分けることを提案した。第一作法は従来の16世紀的なポリフォニーの理想、すなわち幻覚大法に従い、不協和音への予備を必須とし、各西部が対等であるものを指す。第二作法はより自由な対法を用い、西部の中でソプラノとバスに重点が置かれる。 これは中部イタリア生まれのモノディという新しい様式への動きでもあった。第5巻のマドリガーレも多くに気学による通奏低音が付されていることもモンテベルディが自覚的に導入した新しい流行であった。また第5巻は自覚的な機能的調整の使用の始まりともみなされている。全体として第8巻までの8巻のマドリガーレ曲集は ルネサンスのポリフォニー音楽からバロック音楽のモノディ様式への劇的な変遷を映し取るものとなっている。作曲家の死後、1651年に出版されたマドリガーレ曲集第9巻は、おそらく生涯の様々な時点で作曲された曲を収録したもので、カンソネッタなどのより軽いものも含んでいる。明確な旋律線を持ち、 聞き取りやすい歌詞、そしてしっかりとした気楽の伴奏を伴うモノディ様式からオペラへの道はある意味当然の歩みであった。1607年にモンテベルディは最初のオペラ作品オルフェオ・マントバにて初演する。シャニク祭の祝祭としてマントバコの命を受けての作曲であった。オルフェオの画期的な点はその劇的な力とオーケストレーションであった。 オルフェオはおそらく作曲家が、各西部への楽器指定をした、最初の作品であると考えられており、また初演時の楽器指定が今日にまで伝わっている、最初期の大規模作品の一つとなっている。あらすじは間に迫った音楽的表現によって描かれ、旋律は線的で明瞭である。このオペラによりモンテベルディは、音楽による劇という、全く新しい音楽の様式を作り上げたと言われる。 モンテベルディのオペラ作品は、通常、バロック以前もしくは、初期バロックと位置づけられているが、サンダーシートなどの効果音が世界で、初めて作曲家によって使われたという説もあり、近代オペラの出発点とみなされている。モンテベルディの次の大きな作品は1610年の、聖母、マリアの夕べの祈りであった。 出版符に書かれた音楽の規模が非常に大きいために、一回の礼拝で全て演奏することを目的としていたかどうかについては意見が分かれている。ただし、音楽的には全体の統一性が方々に見られる。1612年に、ヴィンチェンツォ公爵が没しマントバ公爵の位を継いだフランチェスコは、経済難からモンテベルディを解雇した。モンテベルディは、 1> 約一年間にわたり、定職を持たずに、クレモナで過ごした。1613年、モンテベルディは、ベネツィアのサンマルコ寺院の学長に任命され、すぐに、前任者、ジュリオ・チェザーレ・マルティネン後の財政的失策によって、推微していた、合唱隊及び器楽隊を立て直した。聖堂側は1609年のジョバンニ・クローチェの死後、衰退の一途をたどっていた聖堂の音楽が、 立て直されたことに安堵したという。ベネツィアにいる間には、マドリガーレ州の第六七八巻が出版された。1638年の第八巻は、最大の規模を、持ち三十年間以上にわたって書きためられた曲が、収められている。マドリガーレ様式の傑作と広くみなされている、いわゆる、戦いと愛のマドリガーレが含まれ、解放されたエルサレムに財を得た。 オーケストラと複合賞による劇的なタンクレディとクロリンダの戦いも収められている。このような複合賞は、専人者のジョバンニガブリエーリなどと同様、サンマルコ寺院の対面する二つのバルコニーに着想を得て行われたのではないかと推測されている。またこの作品は、殺言楽器のトレモロやピッチカートを劇的な場面の 効果として用いた初期の例としても注目される。またベネチアにできた入場券によって興業する最初のオペラハウスのために多くのオペラ作品を書いた。晩年のモンテベルディは病に伏すことが多かったが、2曲の傑作とされるオペラ、ウリッセの機関とポッペアの体感を作曲している。校舎はローマ皇帝ネロに題材を得た手劇であり、悲劇的な場面や、 叙情的な場面のみならず、コミカルな場面も含まれ、登場人物の写実的な描写や、従来に比べ温かい旋律などにより、モンテベルディの最高傑作とも言われる。合唱の役割は縮小し、器楽編成も先の作品により小さい。晩年までベネツィアで非常に大きな音楽的、影響力を保ち、その文化からは、ベネデット・フェラーリ、ピエトロ・フランチェスコ・カバーディオ、 はじめ多くのオペラ作曲家が輩出している。またハインリヒシュッツは1628年の2度目のベネツィア訪問の後、モンテベルディから学んだ新しい様式をドイツへ持ち帰り、ドイツ語の音楽へ応用した。1632年、モンテベルディはカトリック教会の司祭に任命された。ベネツィアにて没死、サンタマリア・グロリオーザ、デイフラーリ聖堂に埋葬されている。 ウリッセの奇貫の写本部、オルフェオの表紙モンテベルディは少なくとも18曲のオペラを作曲した。そのうち、オルフェオ、ウリッセの奇貫、ポッペアの体感、そして2作目のアリアンナの中のアリア、アリアンナの嘆きが現存している。他の現存する大規模作品間取りガーレ州、ベルナルド・ストロッチによるモンテベルディの肖像の模写。ありがとうございます。